どうもこんにちは、石本です。今回はですね、日本人バカ化計画、実は 3S 政策っていうものがあるんですけども、これについて知ってますかっていうことで、日本人どんどんバカにさせられている政策があるんで、それについてお話をしていこうかなと思います。で、普段何気なく僕らは今この日本で生きているんですけども、実はこの日本で裏で起こっている日本人がみんなバカになっていくような、そういうちょっと恐ろしい計画というか政策っていうのが動いているんです。で、普段生活している中でそんなのは全然わかんないです。もう僕も最近これを知って、日本やべえなとちょっと思っていて、それで実際にやっぱ知らない人の方が多いかなと思って、実際行われているこの 3S 政策についてもっとみんな知った方がよくって、もっとやばいなって思って、このバカになることから抜け出していかないと自分の人生良くならないなと思ったんで、実際にねこうやって動画を撮って、お伝えをしていこうと思います。で、この日本人バカ化、まあ、3S 政策ですね、これは何かっていうと、戦後の日本人をバカにさせる政策のことを言ってます。で、もともと日本人ってめっちゃ頭いいんですよ。勤勉で頭良くて真面目で、で、人情あふれる、まあそういうなんか人種だったんですよね。で、そういう平和でみんないい能力も高い、そういう日本人が多い、まあそういう民族だったんですけども、この戦後 GHQっていう、まあ、僕ら戦争に負けた日本っていう国で、GHQ が、まあ、とにかく頭いい日本人をもうバカにさせたいなということで行った政策が 3S 政策っていうやつなんです。で、その政治への関心とかをどんどん鈍らせるために、まあ、計画したものになってます。で、その国民が政治にガンガン突っ込んできたら、ちょっとまずいことを、政治とか行政がちょっとまずいこと、国民にとってまずいことをしてしまったらバッシング食らうんですよね。で、やっぱ国を動かす人だったり、政治動かす人っていうのは一番何を考えているのかっていうと、自分の利益なんです。結局自分の利益なんですよね。人なんでやっぱ欲っていうのもあって、で、もっともっとお金欲しいと思うし、もっともっといい生活したいってやっぱどうしても思ってしまうんですよね。そしたら、じゃあ日本という国とか世界という国を動かすレベルで、その政治に関してなんか鋭い指摘だったりとか、そういう、あ、これまずい、やばいでしょうとか言う人がどんどん減っていったら、好き勝手できるんですよね。日本という国を好き勝手にできる。で、その日本という国を操っているのが、まあアメリカだったりするんですけども、アメリカが日本を好き勝手したいんですね。そのために日本もうまく操りたい。だから日本人の能力をどんどんアホにしてしまって、まあバカにしてしまって、政治への関心どんどん下げることによって、アメリカの言いなりというか、ちょっかいかけられないようにするための政策っていうのが 3S 政策と言われるものです。じゃあ 3S 政策ってそもそも何なのかっていうことなんですけども、これは3つの S なんですね。頭文字を取って 3S 政策って言っているんですけども、じゃあその3つの S って何かっていうと、映画、スポーツ、生産業のこの3つなんです。この3つによって僕たちはどんどんバカになってます。それについてちょっと解説をしていこうかなと思います。じゃあまず最初、映画。映画っていうのは、まあ僕らも普通に普段から見るものだと思うんですけども、まあドラマとかもそうですね。ドラマとか映画とか、あと、まあアニメとかもそうかもしれないです。そういう映像のものですね。映像媒体、映像メディア。で、これは笑ったりとか、泣いたりとか、あとホラー映画、怖いものとか。こういう映画っていうのが、実は僕らの日常に相当やばい影響を与えてしまっているんです。どんな影響が与えられているのかっていうと、映画の中って結構ドラマティックなものが多いじゃないですか。で、そうすると非日常が楽しすぎるんですよね。とにかくもうドーパミンがドバドバ出て楽しいってなる。そういう非日常な生活、映画の中のものがすごい楽しくなっちゃうんですよね。そうすると日常生活から、例えば恋愛ドラマであるような、なんかパン加えて女子高生とぶつかるとか、そんなもないですし、ふとした出会いとか、なんか
ハンカチ落として手と手が触れ合ってあとか、そんなも別にないですし、日常だから普段の日常って同じことの連続でつまんなさすぎるんですよね。そうすると普段から感動しないんで、感受性がまずなくなっていくんです、どん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 。なのと2つ目として、まあ、映画って作られた刺激的な、エンディングとか、あと即席の快楽がやっぱあるんですね。それを求めるようになる。だから目先のちょっとした楽しさとかをどん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 求めるようになっていくんです。そうすると積み重ねとかがだんだんできなくなっていくんですね。で、3つ目として、日常の不満とか違和感っていうのが解消されるんです。普段から仕事してうわなんか嫌だなとか、まあ、我慢しないといけないのかなとか、そういうなんかこと、働き方とかもそうですし、あと、まあ、派遣社員というなんか携帯とかアルバイトとかフリーターっていう携帯とか、あと日常生活のさまざまなものに関して不満っていうのは出てくるんですよね。どうしても人間なんでやっぱしょうがないと思うんです。でもそれが映画を見ることで、まあ、ちょっと息抜きガス抜きされちゃうんです。そしたら昔とかはそういうのなかったんで、政治がなんか悪いなとか、その日常の不満っていうものが政治に向いて、でいろいろとその荒探しをされて政治がちゃんと正しい方向に動いていったんですけども、それもなくなっちゃうんですよね。だから政治への関心がどん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 なくなっていくわけなんです。で、まあ、さっき の2つ目の、即席の快楽を求めるようになるっていうことに関して、これがどんな影響を与えるかっていうと、繰り返しやることっていうのもできなくなる。目先のちょっとした快楽を求めるんで、繰り返し繰り返しコツ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 やることってできなくなる。着実に積み重ねることもそうです。ちょっとずつ工夫することも、気を待ってじっと我慢して待つってこともっていうのはできなくなってしまうんですね。で、これはできなくなると単純に日本経済がどんどん悪くなります。なんでかっていうと、日本人ってそもそもやっぱコツ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 頑張ることに秀でてて、それで世界的にめちゃくちゃすごい国だったんです。じゃないと高度成長期っていうのは、ま、なかったわけなんで、だからじゃあなんで高度成長期ができたのかっていうと、日本人がみんな繰り返しコツ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 もう我慢してどん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 やってたから、だからうまくいったんですね。でもこの映画というものがどん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 浸透してくると、こういう繰り返しやることとかこういうのできなくなっていくんです、だん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 。どうです、そのなんか最近やっぱ僕もインターネットビジネスを教えている中で、いや継続してやることって苦手なんですって人がめちゃくちゃ多いんです、本当に。それっていうのはこういう映画とか1時間とか2時間で即席の快楽を得ることができるっていうものだったり、他のいろんな娯楽が増えてきてて、もう楽したい楽しくしたいっていうことばっか考えるようになっているんで、継続してコツコツ我慢しながら我慢やりながら続けることっていうのはだん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 できなくなっているんです。だからみんな本当は継続したら誰でもお金稼げるのに、ネットビジネスもできなくなっちゃうっていうこともあるし、そもそも日本の経済がどんどん悪くなるっていうこともあるんですね、実際。で、この繰り返しやることの中で一番問題なのが人との人間関係ですね。一番下に書いてある。この人との人間関係を作るのがめんどくさくなっちゃうんです。これなんでかというと、人間関係って1日や2日で構築できるもんじゃないんですよね。だから1年とか2年とか、まあ、ずっとずっと何年もかけて構築したりとか、何回も何回もその会ったり喋ったりする、そういうので人間関係を作るっていうのが、人との関係になるんですけども、それがどんどんめんどくさくなっちゃうんですよね。そうするとコミュ障増えるわけなんですよ。人と会話できなかったり、人のことが分かんなくなっちゃったりとか、だからそういうコミュニケーションに難ある人っていうのが結構増えてきて、まあ、僕ももともと全然得意じゃないんですけども、そういう人と喋るのが苦手だったり、人が何を考えているか分かんないとかっていう人になっていっちゃうんです。そうすると、でも人って一人では生きていけないんで、だん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 孤独感も増してくるし、その社会不適合なのかなって思ったりとか、あと一緒に誰かと仕事をすることもできなくなる。そうすると、その実際に生産性も落ちてくるし、日本の経済もどんどん落ちてくるし、で政治経済のお偉いさんが何を考えて何言ってるかっていうのを分かんなくなっちゃうんですよね。だから日本の国力ってどん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 落ちていくんです。これが一番問題なんですよね。あと最後もう一つが、
映画の中って人が死ぬ場面とか銃撃戦とかウイルスが入ってみんな死んでパンデミック起きるとかってある。で僕もこういうそのパンデミック系とかまあみんななんだろうパニックになるパニック映画とか僕結構好きな方なんですね。でこれなんで好きかっていうと、実際にそういう場面起きた時に僕だったらどうやって対処するだろうなってめっちゃ冷静に見るんですよ。でそれは僕がもともと思ってたことなんですけども、これって実はよくよく考えてみると映画の中で疑似体験をしているわけなんです。そういうテロとかもそうです。でいざそういう同じような場面起きた時に、まあ、テレビとかでああなんだテロ起きてんだとか、まあ、なんか暴動起きてるなとか、まあ、なんか戦争始まるのは大変だなとかくらいにしか思わなくなるっていうのがめちゃくちゃやばいことなんです。でこの前フランスでも結構テロとかテロじゃない暴動起こったんですけども、あれもあフランス大変そうだなくらいしか思ってない人が多分多いんです。でそれって結構まずい状態で、日本も同じような状況になる可能性が高い。でまあこれについて喋ったらもうめっちゃ時間かかっちゃうんでちょっとこの辺で割愛するんですけども、テレビとかそういうな起きてる他の国のこともなんか起きてるなぐらいしか思わないっていうのがめちゃくちゃやばいことで、これで日本人の感覚を麻痺させているんです。でこれが一つ目の S 映画ですね。で2つ目スポーツ、これも日本人バカにさせているものなんですけども、まあ、スポーツってそもそもの語源をちょっと調べてみると憂いを持ち去るだったり、あと他の、語源として荷を担わないとか働かないっていう語源が実はあるんですね。でスポーツってそもそももともとは日常の日々の生活を忘れるためにまあ、憂さ晴らしをするというか体を動かして、まあ、ストレスを発散するためのものなんだったんですね。 で今スポーツがどんどん普及してきて、まあ、このスポーツをすることによって、まあ、体力はまず消耗します。そしたら政治とか社会悪に対して戦うっていうことも思わなくなっちゃうんですよね。まあ、疲れてるしなみたいな。で次映画と同じで、まあ、汗をかいてストレスを発散する。そうするとスッキリしちゃうんですよね。まあガス抜きができるということなんですけども、そうしたら、まあ、政治は、まあ、なんかまあ良くないことやってんなとかっていうちょっとイライラすることもあると思うんですけども、まあストレス解消してスッキリしちゃったらまあいいかみたいな思っちゃうんですよね。今まで政治に関してあの政治家マジないだろうとか思ってたのがスポーツしてわー発散ってなっちゃうんで、そうすると次に、なんか悪いこと悪い、政策が打ってそれ通っちゃった時に本当はデモするべきなんですよね。デモとか暴動とか他の国とかどんどんやっているんですけども、日本人としては、デモなんか疲れるしないいよ別にとかなっちゃうんですよね。それがめちゃくちゃ問題なんです。だからデモとか日本起きないのってそれはもうこの政策によって実は防がれてるって言っても過言ではないです。だからスポーツっていうのは結構その日本人バカにするための一つの要因となっています。でちょっとまあちょっと違う話になるんですけども、古代ローマで国民にはパンとサーカスを与えとけばそれでいいっていう政策が実際あったんです。で食べ物と、まあ、サーカス、まあ、娯楽ですね。でこれなんでかっていうと、その食べ物、まあ、労働の対価として食べ物だけ与えてたらやっぱ暇なんですよね。みんな暇で、実際にこの自分の生活をもっと良くするために政治とかに目をつけていく可能性が高いんです。そうすると悪いことをしてたらお前は悪いことしてんじゃねえかみたいな言われてしまってすごい悪いんですよね単純に。だから娯楽って与えてそっちに目が行くようにしたんです。当時だったらサーカスですし、今の現代だったら例えばスマホとかもそうですし、あとはさっきの映画とかスポーツもそうです。そういう娯楽っていうのがどん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 増えていったらそっちに目が行くんですよね。だから政治家は堂々と何でもかんでもやってやることができるんですね。だからつい最近いろんな法案が通ったんですけども、それもその、まあ、地震が起きてる裏で通したとか、なんかが起きた裏で通したりとかしているんですよね実際に。それに目が実際に向かないです。みんなそれ結構まずい状態なんですよね。だから今僕らはパンとサーカス与えられてバカになってるんです。政治全然目を向けないで、なんか勝手に政策法案通されていやそんな知らねえよってなっちゃうんです。
それがかなりまずいんです。で、3つの S、一番最後として、まあ、セックスです。で、このセックスっていうのはもう本当にすごくて、何かアクティブな人って男性に多いんですけども、男性がめちゃくちゃアクティブで活動的だったら、やっぱ困るわけなんですよ。そしたらどうするかっていうと、セックスなんですよね、一番。で、活気盛んな若い男を飼い直すのに、一番いいのが、この、まあ、生産業なんです。だから、アダルト作品とか、まあ、あと AV とかそういうの流行らせて、で、風俗とかどんどん出てきて、それで関心を、セックスに向けてガス抜きをさせるわけなんですよね。それが一番、若い、その、活気溢れるやつっていうのを収めるために一番いいんです。まあ、スポーツもそうですけどね。で、二つ目として、女性たちも恋愛ドラマとかで、実は女性たち頭が恋愛に洗脳されているんです。で、まあ、よく、その、僕も女性と話すこととか、あと、まあ、関わることもあるんですけども、まあ、やっぱみんな恋愛の話ばっかなんですよね。で、僕ももともと会社をおった時も、上司とか先輩の、まあ、女性社員とかも、めちゃ恋愛のことしか考えてないんですよ。あ、他にも考えてると思うんですよ。他にも考えていると思うんですけども、一番の関心事っていうのは、やっぱ恋愛なんですよね。で、女性ってもともとめちゃくちゃ洞察力が鋭いんです。これなんでかっていうと、昔から女性ってコミュニティの生き物だったので、赤ちゃん育てるんで、赤ちゃんが、その、病気とか、あと具合悪くなった時にすぐに気づけるように、そういう感覚ってめっちゃ鋭いんですね。だから、そう鋭い感覚を持つ女性っていうのが、もともと政治へ、これダメなんじゃないかとか夫に言ってたんですけども、それもしなくなっちゃったんですよね、女性が。なんでかっていうと、恋愛にエネルギーを費やすからなんです。だから、まあ、小さい時、小学校とかって、放課後に掃除をすることがあったと思うんですけども、そこで、こんな人いませんでした。ちょっと男子、掃除してよみたいな。っていう女の子、いませんでした。男の人が、おい、ちょっと掃除しろよとか言う人ってあんまいないと思うんですよね。あんま僕も聞いたことないんですけども、女性で、ちょっと男子みたいなやつ、絶対いたと思うんですよ。それって、やっぱ女性って、そもそも結構鋭い、責任感もあるし、まあ真面目だし、洞察力とかもあるんで、そういう鋭く突っ込むことって女性できる生き物なんですよね。で、それが実際に大人になってくると、政治に生かされて、良くしていくことになっていくんですけども、それもだんだんなくなっちゃったんですよね。だから政治家やりたい放題をしている。だから、言い換えると、僕らはまんまと手のひらで踊らされてるって状況になってるんです。これは気づかないうちになってます。てか、僕らの親世代からそうなってるんです。だから、この手のひらで踊らされてる状態のまんま、僕らは生きていていいのかっていう話で、僕はやっぱまずいと思うんですよね。日本人がどん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 バカになって、日本の経済どんどん悪くなってって、もしかしたら日本に住めなくなる可能性あるんですよね。それはお金なくなっちゃって、で、日本人が出稼ぎにとか行かないといけないっていう未来も全然あるんですよね。で、そういう未来も、まあ、予測はできるんで、だから僕たちはしっかりと自分の意思で生きていかないといけないって僕は思うんです、すごく。だから一番はこれ、みんな見失ってると思うんですけど、僕らは何のために生きているのかっていうのをしっかりと考えていかないといけないんですよね。で、今の現状って何のために生きているかっていうと、嫌なことから逃げ続ける生活をしている人が多いんじゃないかなって思うんです。だから映画見たりとかアニメ見たりとかスポーツやって、で、リフレッシュするっていう生活をしてませんかって僕はめちゃくちゃ思うわけなんです。まあ、みんながみんなそうじゃないと思うんですけども、でもやっぱ思ってしまうんですよね。で、これに対してやっぱなんとなくみんなも思っていると思うんです。で、僕はサラリーマンの時にやっぱ会社に属してて、まあ我慢してたんですよね。で、帰って YouTube 見てテレビ見てぼーっとして息抜きして、で、また次の日起きて頑張るかって、で、また我慢して、で、こうやってもう社会の奴隷でしかないんですよ。みんな頑張って稼いだお金が税金になって、その国に入っていって、政治の上の人たちが自分の私腹を肥やすために、どんどんお金を自分の懐に入れるためにみんなを働かせてるんです。つまりそのトップ層のための奴隷でしかないんですよね、普通の一般的な社員の人って。で、それで我慢することを覚えてしまって、息抜きすることも与えられているんです。
そうするとみんな奴隷として生きるしかないんですよね。つまり生きる目的っていうものを見失っているんです。これは僕ちょっとあかんなってちょっと思っているんで、じゃあどうすればいいのかなっていうことなんですよ。どうすればいいと思いますかっていう話で、僕はこれは一番はやっぱ学ぶことだと思うんです。結局いろんな知識を得ていろいろ学んで頭良くしていかないといけないんです。いろんなことをして自分の本当の人生、自分がやりたいことを選んでその人生を歩むこと、これをしていかないといけないんです。で、そのためにもやっぱ知識っているんですよね。絶対いるんです、これって。だから学んでいろいろ知ってお金も稼いで、それでどんどん自分の人生を生きるっていうことを楽しみませんかって僕はすごい思うんです。で、僕も実際にインターネットビジネスをやって自分でお金を稼ぐっていうことが実際今できている状況なんですね。で、その状況の中でやっぱ会社員の時って結構楽だなって思うこともやっぱあるんです。なって会社に行くだけでお金がまあ20何日かに入ってくるんですよね。お金が何もしなくてもです。で、寝ててもやっぱ入ってくるし、能力低くても同じ先の給料が入ってくるんです。めっちゃ楽だなって思ったんですけど、でも実際に僕はインターネットビジネスをやって自分の力で集客もして実際販売もして、で商品を渡して、それで直接ありがとうって言われる、もちろんお金も稼いで、でプラス感謝の気持ちも言われる、そういうなんか自分でお金を稼いで自分で生きるっていうことを実際やってみると、まあ、自給自足みたいな感じなんですけども、生きてるなってめっちゃ僕は実感したんですね。やってるな、自分の人生生きてるなってめちゃくちゃ思ったんです、その瞬間に。で、やっぱ辛いこともあります。生きるってことは僕は辛いことも連続だと思うんですね。でもそれを逃げずに乗り越えて人としてどんどん成長した先に人生の楽しさっていうのがあると思います。だから僕が最後に言いたいこととしては、学びて富よです。学んでいって最後に、豊かに、まあお金っていう面もそうですし、人としても、人間的にも、豊かになっていくってことをしてほしいなと思います。はい、ということで、まあ、今回は 3S 政策っていうことで、まあ、普段あんまり聞かないかなと思ったことについて、まあ、お話をしたんですけども、実際どうでしたかね。実際こうやって僕らの当たり前だなって思っている陰では、実は上の人とかその他の人の、まあ、陰謀とか政策とかいろいろあるんで、実際に、こういうことがあるんだなと思って、じゃあ自分はこれからどうしていかないといけないのかなっていうことについてちゃんと考えて、で、まあ、学んでいってほしいなと思います。で、最後なんですけども、この動画良かったなと思ったら高評価ボタンだったり、あと最新の動画もどんどんアップしていこうと思うんで、チャンネル登録っていうのを、してほしいなと思います。で、もっともっと、まあ、ためになる動画とか役に立つ動画上げていこうと思うんで、またぜひよろしくお願いします。ではまた、次の動画、他の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。